します。奈良大志と申します。よろしくお願いします。知りませんね、今から。そこはひどくないですけど、まあ、こんな大人になっちゃダメだっていう感じなんですけど、ですね、まあ今からやる3曲があるんですけど、これちょっとちゃんと説明しとかないと何のこっちゃわからないと思うんで、ですね、私はですね、西野カナと本田翼が大好きなんですよ。まあまあまあそこまでまあいいとして、まあまあ西野かなどんぐらい好きかって言ったら、まあ、まあ DVD は全部持ってるんですけど、でまあツアーこの間あったんですけど、ウィズラブツアーってやつをもう2回見に行ったんですよ。そんぐらい好きなんですけど、でまあ本田翼は、まあ、本田翼はどれぐらい好きかって、そう叶います、叶えます。そうなんです、あ、そうです、西野カナ面白いんですよ、あれ。
ヤフー検索とかで西野カナって調べてリアルタイム検索してみてください。結構バカにしてるツイートばっか出てくるんですけど、カナヤンって言ってリアルタイム検索したらもう信者しか出てこないんで、この差が面白いのでぜひとも確認してください。で、今本田翼はどれぐらい好きかっていうと、まあ、恋仲っていうのでつくドラマやったんですけど、まあそれはもう僕今3回目見てるんですけどいや本当にね、まあ、1回普通に見て次の日もう1回見て、最近ちょっと暇が見てるんですけど、でこの間ね、あのターミナルって映画が今度11月にあるんですけど、それは主演が本田翼なんですけど、梅田ブルックセブンに本田翼が舞台挨拶に来てたんですよ。僕一人で行ってきましたからねそうなんですよ、もうちょっと女の子と二人で行けるとこやってますけど断られましたねまあまあそういうことで、まあまあそうなんだったり、それぐらい好きなんやなっていうことを分かってくださったらいいということ、はい、そんな感じなんで、じゃあやらせていただきます。中川大志フィーチャリング西野カナでマイダーリンマイワイフ。君の声で目を覚ます眠り残すってコーヒー、渡したパンも焼きなさ、部屋には誰もいない、あるのは君のポスター、今日も君は忙しい、愛しの愛しのお前だ。僕の仕事は自宅警備員さん、それが君の理想だろう、毎日帰りを待ってるよ。
Thank you.
して YouTube 載るんですか。あの希望者載せてください。あ怒られますか。え怒られそうですね。ファン誰ですか。えファンとか僕ファンなんで大丈夫です。あいつ誰ですか。僕の方が上げてください。誰。あはいお願いします。今日はフィーチャリング金谷やったんですけど、今度は金谷に対するラブソングを歌いますんで、はいはい、大丈夫ですか、耐えますか。いろいろ僕本当にオリジナル曲が 4、50 あるんですけど、半分ぐらいあれですね、よくわからん女に歌ってますね。本気で好きな人に歌ったことないんですよ。本気で好きな人に歌ったらなんかまあ真剣になってしまうじゃないですか。いや本気で好きですよ、本田翼も金谷も。まあだから何ですかね、これをね、ぜひともね YouTube に上がれて西岡さんに届けたいと思いますんで、いろいろこの今から歌う歌詞はもうすごい凝ってますんで、誰がわかんねんっていうくらいコアなことを入れてるんで、全部見抜けた人はちょっと後で、ね、話してください。すごい、すごいって言いますけどね。よし、知ってますねって。ということで、西岡奈々が歌った本気のラブソング、サンライトソングという曲を聴いてください。
茶やばい笑顔で
気になる暗号同級生どいつもこいつも狙ってやる話さえ見なければそんなレッテルを無視何振り構えず見つめてやる彼女は小さく笑ったストップインストップイン頭に呼びる I got it, I got it.